皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。この番組はサイコパスである私がサイコパスならではの切り口で語ることによって、感情豊かな皆さんにとって斜め上の視点に触れたり、サイコパスについての理解を深めるきっかけになることを目的としています。ぜひ最後までお付き合いください。今日は人を見る目を養おうというお話でございます。人を見る目って考えた時にこうついついね、パッと会ってパッと人を見抜くみたいなイメージを持つと思うんですけども、それって、ちょっと分解してみると面白くて、表面的な例えば何でしょう、爪が綺麗にしてるなとか、何でしょう、こういう服装だなとか、こういう表情をしたなとかっていう最終的なね、その表面に現れるものだけをキャッチして判断してしまうと結構ね間違っちゃうなと思ってるんですよ。というのが、必ずしもその表情をしたこととかそういう、言い回しをしたこととかが目の前の自分に対してだけじゃないパターンっていうのがあるんですよね。例えばその裏側に、今日の朝家族と喧嘩してきてちょっと不機嫌だとか、仕事で行き詰まってて不機嫌だとかもあるかもしれませんから、意外と自分に対してのメッセージじゃないパターンとかもあったりするので、表面的に現れているものだけで判断しちゃうとやっぱり人を見る、力みたいなところがね、あるっちゃあるけども、その間違った読み方をしてるって時点で、使えない人を見る力だなというふうに思うんですね。でもっと使えるというか本当に意味のある人を見る、目っていうのは何かっていうと、もうちょっと深い部分まで理解するっていうことだと思うんですよ。理解できるとは言うのはちょっとおこがましいけど、理解しようとするってことだと思うんですよね。はい。で、その人の深くをじゃあ理解しようと思うときに、いきなりじゃあそれやってくださいって言ったらできるもんじゃないと思うんですよ。やっぱり多くの、自分の人生の経験の中で、事例があるからこそ、深い部分に触れた事例があるからこそ、ここに当てはまるな、ここに当てはまるなっていう風になってくると、そう事例が少ないと、過度にね、少ないパターンの中に当てはまってしまうことになるんで、それもまた使い物にならないと、大量のいわゆるデータが必要になるなというふうに思ってるんですよね。AI と一緒ですよね。そのデータをたくさんあるからこそ、より精度が上がっていくみたいな話ですね。はい。で、ってなるとより人の深い部分に、触れていくことが必要だっていうのが一つで、たくさんの人に、触れていかないといけないっていうのがもう一つって考えた時にですね、おすすめなのが接客業でアルバイトするっていうことなんですよね。なんで、この結論に至ってるかっていうと、逆にちょっと強い立場を想像してみてほしいんですが、イケイケの社長であるとか、自分がイケイケの社長ですってなった時に、確かにたくさんの人と接するかもしれないんだけども、やっぱりこう忖度されたりいい顔されたりとか、してくるとなると、なかなかその人の深い部分に、よっぽど自分からアプローチしないと、その引き出せないというか出てこないと思うんですよね。例えば自分がめちゃくちゃイケメンとかめちゃくちゃ美女であるっていうかっていうことも近い、なかなか相手がその妬まれてたかすると別ですけど、一般的にはそのすごくこうね、イケメン美女はこう丁寧に扱われたりもてはやされたりするっていうところはあると思いますんで、なかなかこの人の深い部分じゃなくて、なんかそういう取り繕ってる部分を 見る機会が多くて、その深い部分にたどり着かないとかね。あとは大学生とかもそうですね、結構大学生の頃に企業と関わろうとするとかなり丁寧に対応してもらえたりすると思うんですよね。なんか見学に来ていいよとか、インタビュー全然協力するよとか、インターンおいでとかって、それは採用兼ねてるからこそ企業は多分いい顔すると思うんですけども、これが社会人2年目3年目とかになって、やろうとするとね、なかなかそんなザルのようにね通してくれなかったりするというのはあるかなと思います。で美女なんかもそうですよね。もし自分が、美女じゃなくなった、美しくなくなった時に同じように丁寧に扱ってもらえるかっていうとそうじゃなかったりとか、社長もそうですよね。イケイケじゃなくなった時に果たして周りがついてくるかっていうと残る人は限られてるよねとかって考えると、やっぱり表面的にこう人が寄ってくる、寄ってきやすい強い立場みたいなのはあんまりね、人を見る目を養うのにはちょっと、向いてないなと思うんで、逆に弱い立場にあえてなってみるっていうのは面白いなと思います。で、弱い立場といえばですね、日本ではですね、なんかこう、なんでしょう、店員さんは、こう、へりくだらないといけない、お客様を神のように扱わないといけないっていう、すごい、あれですね、お客様至上主義みたいな、もちろんね、お客様満足させること大事なんですけども、なんか過剰という、サービス過剰というか、
すごい上からねお客さんが来るパターンっていうのがあるし、店員さんがじゃあそれに対して対等で行っちゃうとまずまずくて、下から行かないといけないっていうような文化圏にあるかなと思いますんで、接客業でバイトすると、まあ、自分が弱い常に弱い立場でたくさんの人と接することができるっていうすごくいい訓練の場かなというふうに思っています。で、まあ、何でしょうね、私なんかですね、高校卒業してからバンドマン、フリーターをしてたのでずっとアルバイトで生計を取ってきたんですね。で今振り返ってみればなんですが、基本そのサービス業というか人と接する仕事ばかりで、まあ、運送業でね物を配達したりとか、コンビニで深夜働いたりとかライブハウスで働いたりとか、あとは中洲歓楽街のね薬局で働いたりとかっていう感じでかなりね、まあ、接客業を中心にやってきました。でまあ、このうちね、まあ、そのどれもそうか、そうですね、そこで関わってたお客様とかっていう人もそうだし、働いてる仲間っていうのもそうなんだけど、全然層が違うんですよね。例えば、運送業だったら働いてる人たちっていうのはもうむちゃくちゃこう体育会系の男子ばっかりでみたいな。で配達する先はたまたま自分は天神のね、あの福岡の天神のオフィス街だったので、いわゆる上場企業の福岡支店みたいなとことかを中心に配っていく感じだったので、いわゆる上場企業で働いてる方々がいたりとか、で片やコンビニになると深夜のコンビニでしたので博多駅のね近くのコンビニだったんですが、まあビジネスホテルの併設されてるあのコンビニでかなりその宿泊してる方が来てたんで、かなり外国人の方も来たりとか、まあ博多駅出張のね、ビジネスマンが来たりとかっていう感じだったし、ライブハウスはもうまたねちょっとなんていうんですか、どうやって生計立ててるんだろうなみたいな人たちがもうわんさか来ます。こんなにこういう人たちが、福岡にいたんだなみたいなぐらい結構すごい奇抜な方がたくさんいらっしゃったりとか、で中洲の薬局ってなると今度はなんかお金持ってるね遊びに来てる方ね、あの中洲のお客さんが来てたりもしますし、逆に中洲で働いている、キャバ嬢の方とかボーイの方とかが、お店にも来るっていう感じで、かなりね社会の中の広い人たちと接してきたなという、印象があります。しかも弱い立場で、これね重要だなと思ってます。で今からですね、そのうちのまあそうですね、特に中洲にちょっとフォーカスしてお話ししたいなと思ってるんですけども、なんでこれ中洲のとか歓楽街の薬局って、薬局でいいじゃんって思うんですけど、なんでそのあえて言ってるかっていうと、ちょっと特殊で、あの配達をしてたんですよね。お店からあのちょっとヘパリーゼ持ってきてとか、ストッキング破れたからストッキングちょっと何種類か持ってきてみたいな感じで電話がかかってきて、でそのいろんなね、キャバクラとかクラブとかね、まあそれこそあの、ね、風俗店みたいなところに商品を持っていくっていうアルバイトだったんですよ。なのでいろんなそのキャバクラに足を運ぶという状況だったんですが、そこでねやっぱボーイさんもいろんな方がいらっしゃるし、例えば何でしょう、商品持っていただけなのにもうすごいもう暴言吐かれるみたいな、すごいね対応されたりもしましたし、逆にすごく丁寧に扱ってくれる方もいらっしゃると。なのであんまりその中洲イコール何々じゃないんですよね。やっぱ結局個人差がかなりあって、すごく丁寧な人は丁寧だし、人をゴミのように扱ってくる人はゴミのように扱ってくるしっていう感じで、でそれは、冒頭にお話しした人を見るって言った時に、あ自分はゴミのように扱われた、この人はひどい人だで終わっちゃうと、それは表面しか見てないんだけども、そのボーイさんがなんで自分をゴミのように扱ったかっていうことを考えてみると結構面白いなと思っていて、例えばボーイさんとかって結構ねかなりストレスが溜まりやすい仕事だなというふうに思うんですよ。やっぱ店内でお客さんは、まあ、いわゆるその働いてる、女性たちにはね、まあ、多少こうなんか、まあ、多少じゃないな、デレデレしてるとデレデレしてるんだけども、ボーイに対してはきつく当たってくると、この二面性みたいなのを常に、働いてる時間中感じていると、なんか自分がやっぱりそのなんだろう、階層のなんか最下層にいるなんかこうゴミのような存在に感じる人もいるかもしれないですね。その虐げられてる感じというか、でじゃあいざ自分よりも立場が弱い、配達員が来た時にまた自分がそのなんだろう階層の下の人に対して、きつく当たるみたいな感じで、階層を感じやすい場にいるからこそ物事を階層で捉えてしまって、その自分より階層が下だと捉えた瞬間、奴隷のように、ゴミのように扱うみたいな、そういう、心理が働いてるんじゃないかなとかいうことを思ったりとかですね、そういう、環境に惑わされずそれでも人として接してくる人もいるしとかってね、それかなり差があって面白いなと思いました。で
今度ね、あのボーイさんだけじゃなくて実際キャバ嬢の方にですね、ストッキングを選んでもらうというようなシーンも結構あったんですけども、面白いなと思ったのは、まあ、キャバクラ入るとだいたいその入り口入ったところぐらいにランキングとかが出てるんですよね、1、7、2、レナとか感じで出てるわけですよ。で実際配達に来たのがじゃあその7さんだった1位の7さんだったということで、1位の方とかともですね、そういうストッキングを販売するというコミュニケーションが発生するんですけども、その時にやっぱねランキング上位の方っていうのは、まあ、単純に綺麗っていうのもあるんですけども、すごく丁寧なんですよ。不思議なことに、不思議でないね、さすがって感じですね。やっぱそういうところもやっぱお客さんって見てるんだろうなと、キャバクラに来るお客さんはですね、うん、なんかただ可愛いだけじゃダメだと、本当に人として、そういう誠実なというか、なんだろうな、ちゃんとしてると。もちろん、裏では知らないけども、少なくともね一歩職場に足を踏み入れた時に、プロ意識というか丁寧に人に接するっていうことをやるっていうのはすごいなと思います。かたやね、見た目はすごく綺麗なんだけども、何でしょう、そういう配達に来た人とか、要はお客さん以外の人に対してめちゃくちゃ冷たい暴飲さんに対してもきつく当たってるようなキャバ嬢っていうのはやっぱね上に行ってないですよね。やっぱちょっとなんか可愛いか知らないけど、なんか上の方に行かないなっていう状況になってる、うだつが上がらない感じになってたりするんで、やっぱねこの人間の中身みたいなものっていうのは見れてねすごく面白いなと思います。でそういうちょっと人間模様が見れるのがやっぱ弱い立場になるってことだと思うんですよ。うん、さっき言ったみたいに自分がじゃあイケイケの社長でそこのお店に入ったら、ボーイさんも僕の前でなんかもうヘコヘコするし、ね、キャバ嬢もヘコヘコしますよね。でも僕が配達員でストッキング持って行ってるわけですから、なんかこうね、もういきなりお前とか言われますから、全然対応が違いますよね。やっぱりその弱い立場になることによってやっぱ人間の本質みたいなものが、一瞬で、いや一瞬でというかその短時間で見れるんで、そういう経験を、たくさんの、種類のというか、まあ、いろんな属性のというか、うん、幅広い人とその弱い立場で接してみるっていうのは、かなり人を見る目を養うのには、いい訓練かなというふうに思いました。僕もたまたまそんな意識してやったわけじゃないんですけども、たまたま、6、7年かな、そういう、アルバイトをしてきて、うん、弱い立場だったからこそ見えたことっていうのがあるなと思っています。でそれがですねやっぱ今の仕事というか今の人生にすごく生きていて、やっぱりちょっと出会った時に分かるんですよね。ちょっと話してると、あこの人は今ちょっとなんだろう、自分のこの取締役っていう、肩書きを見て急に態度変えたなとか、うん、思うわけですよ。やっぱ肩書きがなくて、生きてきた人間からすると肩書きがついたことなんかどうでもよくて、でも相手がそれをすごく気にする、あ取締役なんですねとかって言ってすごく急にこう変えたりとかすると、で、まあもちろんその商談とかいろんなことやる上ではやりやすかったりするんで、全然利用するという意味でその肩書きはいいかなと思ってるんですが、やっぱね人間のその裏側を見ないと単純にそれでチヤホヤされて調子乗ってるじゃダメだなというふうに思うわけですね。はい。で、まあ、先ほどね冒頭で申し上げましたけども、その人を見る目っていうのはじゃあつまり何なのかっていうところになるんですが、まず観察するってことはまあ大前提ですね。さっき言ったその爪が綺麗だなとか、すごく言葉遣いが丁寧だなとか、すごくこうねもてなしてくれるなとかっていう表面的に表れてることはキャッチ、当然それはした方がいいんですけども、それをそのままキャッチするんじゃなくて、なぜ今この人はこんなに自分をもてなそうとしているのかっていうその動機の部分というか、そのところまで、ちょっと洞察、今度ね観察の次に洞察までしてしまうと、そうすることで、無駄な人間関係で言ったらあれですけども、なんか卑しい人を寄せつけなかったりとか、中身がない人と関わる時間を持たなくてよかったりとかっていう感じで、まあ、人をねある意味、見極めるっていうことになってはしまなってしまうんですけども、その見極めることがねできるんじゃないかなというふうに思います。なので僕はですね今こう人間関係を作っていくというか、こう始まっていく時にも最初の段階からかなりそのクリティカルシンキングしちゃってるんで、そういうかなりその目に見えるものの向こう側を、相当考えながら接してたりとかするので、なかなかね、無駄がない、いい意味で言えば無駄がないけど、まあ、悪い意味で言うと人がそんなに友達が多くないっていうのはあるんですが、まあ、そうやってねかなり人を見極めていくような、感じになってきてるなというふうに思います。で
それがまた寂しいという人もいると思いますので、必ずしもおすすめできるっていうわけではないんですけども、なんかこう人間関係でつい利用されてしまいがちだとか、こうね、卑しい人にこう貪られてしまってますとかっていうことで困ってる人はですね、ぜひ、まあ、今からできるか分かんないですけども、そういう接客業で、バイトをしてみると、まあ、そうじゃないにしても自分が弱い立場で何か人と接することができる場にちょっと環境に身を置いて、訓練してみるというのはいいのかなというふうに思っています。これ本当にね、座学で学べないと思うんですよね。本当にそういう対応されて、なんでこの人こういう対応するんだろうなっていうことを考えてみるっていうのをたくさん積み重ねないと、それこそサンプルがたくさんないと、それこそ偏った、中洲の人はなんかみんなこうだみたいな偏った、見方になってしまうので、かなりね、サンプル数っていうのは大事だと思いますので、いろんな経験をしてみてください。本日は以上です。人を見る力っていうのはある意味その人の、表面に現れたものではなくて、その表面に現れたもの、最終的に現れたものの向こう側を観察する、洞察する力なんだということですね。はい、ということです。またお会いしましょう。さようなら。